女優の島崎遥香が6日、自身の公式インスタグラムを更新、お姉ちゃん、とにショットを公開し、反響が寄せられている。島崎遥香、お姉ちゃん、との誕生日にショット公開3月30日に29歳の誕生日を迎えた島崎。この日の投稿では、お姉ちゃんがお祝いしてくれたの、とタレントのゲンキングとの、ツーショットを公開。島崎とゲンキングは2018年公開の映画、ニセ恋、で共演しており、当時から親交を深めている。バル、公開された写真では、顔を密着させる仲睦まじい二人が収められており、ストーリーズでも、オンに、韓国語で、お姉さん、の意味、いつもありがとう、と感謝の言葉を綴っている。また、ゲンキングも自身の公式インスタグラムを更新し、かわいいパルルアットパルールの誕生日ご飯、映画の撮影でお姫様と執事の駅で出会って、何年経っても仲良くできてる関係が嬉しいよ改めておめでとう、と島崎を祝福、めでたい、にかけたタイの砂糖菓子が乗ったケーキの写真や、顔交換アプリで撮影された写真のほか、ニセ恋、撮影時のオフショットも公開している。島崎遥香&お姉ちゃん、ゲンキングの2ショットに反響島崎とゲンキングの写真には SNS 上で、可愛い二人、本当の姉妹みたい、大好きな作品だったから今でも仲良しなの嬉しい、といった声や、島崎の誕生日を祝福する声などが寄せられている。